さんちゃん、言葉でさ、誰かの家に住んでいるもう一人の誰かに当てるときにさ、当てなって、なんて言うんだったっけ。さんちゃんの家に誰か居候されたとき、その居候に手紙出したいとき、なんか、三平様肩それが出てこなかったありがとうそれそれYes.